あなたは興味本位でやじ馬する人たちをどう思いますか？遡ることおよそ24年前の1997年4月14日、台湾。ここで台湾史上最もひどいと言われる事件が発生します。被害者となったのは、当時17歳の女子高生、パイ・シャオエン。有名な両親を持ち、彼女も女優として活動していたシャオエンは、登校途中に何者かに誘拐されてしまったんです。犯人たちの目的は、身代金。母親はすぐに身代金を全額用意し、犯人たちの指示に従いました。受け渡し場所も決まり、犯人たちも金さえ手に入ればシャオエンを解放するつもりです。そしてシャオエンは2週間後無残にも遺体で発見されたんです。女優の娘が誘拐され見るも無残な姿で見つかった誘拐事件。なぜ犯人の要求に従っていた少女は惨殺されてしまったのか。殺意の引き金を引いたのは少女でも家族でもなくマスコミだったんです。オソス、アルゴメトリーのスタジオでバーとか、新聞屋か新宿か恵比寿に作ってみたいよ、ケンちゃんです。バーでおしるこ食べたい、ゆめみこです。バチがいいか。ハムハム。取り上げる。本日皆様にご紹介するのは、台湾で起きた史上最悪のパイ・シャオイエン拷問殺人事件についてなんです。はい、拷問殺人っていうだけでもゾクゾクするぐらい、この後のストーリーがめちゃくちゃ残酷そうで怖いわよ。僕はこの話聞いた時に、人間のね、倫理観とかね、倫理性っていうこととか、あとはまあマスコミも出てくるんですけど、マスコミの倫理観とかね、もうそういったところを考えさせられるようなね、内容だなと思ったんですけど、まずはね、早速ね、事件のね、概要から見ていきたいと思います。誘拐されたシャオエンに一体何が起こったのか。突然の連れ去り。遡ることおよそ24年前の1997年4月14日、台湾のとある町が今回の舞台。いつものようにカバンを持ち通学路を歩く一人の少女。彼女の名前はパイ・シャオエン、17歳。シャオエンは父親があの巨人の星の原作者梶原一騎、母親が台湾の有名歌手パイ・ピンピンであり、本人も女優として活動していました。しかし、ごく普通の子供として育ってほしいというピンピンの考えで、シャオエンは有名になっても徒歩で通学。この日もいつも通りに歩いて登校していたシャオエンに突然3人の男性が襲いかかり、シャオエンを羽交い締めにしたんです。男たちはシャオエンが声を出せないように素早く顔にゴムバンドを巻きつけ、自分たちの顔を見られないように視界を塞ぐと、車にシャオエンを乗せて立ち去ったんです。そんな犯人たちの目的は身代金の要求。有名なパイ・シャオエンを誘拐すれば多額の身代金を要求できると考えたんです。男たちは要求を書いたメモとあるものをある場所に置き、母親のピンピンに連絡をしました。そのあるものとはシャオエンの小指なんです。もう怖すぎるでしょ。なんと男たちは暴行を働いた後のシャオエンの写真とシャオエンから切断した小指をメモと一緒に置いていたんです。お前の娘を誘拐した、ある場所に置いてあるメモの指示に従え。犯人たちはピンピンにメモのある場所を伝え電話を切りました。ピンピンが慌てて言われた場所に向かうと、そこにはシャオエンの小指と写真が。娘がひどい目に遭っていると理解したピンピンは顔を真っ青にして震えながら警察に通報。犯人たちからのメモに書かれていた内容は3つ。身代金の金額、受け渡しの場所、受け渡し。要求された金額は500万アメリカドル、日本円で約5億円。ピンピンはシャオエンを助けたい一心で身代金を全額用意。受け渡し日も場所も全て犯人たちの要求に従いました。その結果、受け渡しは失敗。なんの？ここまでバッチリ順調だったんじゃないの？実はですね、大事な受け渡しの時に邪魔が入ってしまったんです。渡らない金。4月18日、身代金受け渡しの日。犯人から指定された場所には様々な人がいました。母親のピンピン、受け渡しのタイミングで逮捕したい警察、そして大量のマスコミ。なんとテレビ局の報道ヘリまで出動する大騒ぎとなっていたんです。それもそのはず、有名な両親の娘が誘拐されたという事実は週刊誌からすれば絶対に逃すわけにはいかない大ニュース。実際報道各社はこぞって一大ニュースとしてこの事件を放送し続けていました。しかしこれは犯人たちにとってかなり不都合な展開なんです。当初犯人たちは金さえ手に入ればシャオエンを解放するつもりでいました。そのため自分たちの顔がわからないようにシャオエンにも目隠しをしていたんです。しかし受け渡しの様子をマスコミに報道されたら、身元が
がバレてしまいます。結局ピンピンが受け渡し場所でいつまで待っても犯人たちは現れませんでした。犯人から受け渡し失敗の連絡を受けたピンピンは泣き崩れます。相手は大事な娘の指輪を交渉のためだけに切り落とすような凶悪犯です。しかしまだ希望は消えていませんでした。受け渡しには失敗したんですが、この時点ではシャオエンの生存を警察がしっかりと確認することができました。娘が生きていることを知ったピンピンはもう一度犯人グループと交渉し、後日別の場所で身代金の受け渡しをすることになりました。4月23日身代金を持ったピンピンは受け渡し場所に向かいます。そして緊張するピンピンの前に現れたのは大量のマスコミ。なんとまたしてもマスコミ各社のカメラと記者が現場にやってきたんです。もう来んな。もう当然こんな状況で犯人たちが現れるわけがないんです。2度目の受け渡しも失敗に終わり、ピンピンは号泣しながらメディアに訴えました。なぜこんなことをするの？そんなに私たちを苦しめたい。お願いだから娘が帰るまでそっとしておいて。マスコミ各社またなんか日本でこういうことあったけど何考えてんの？少女一人の命がかかってんのよこれ。結局ね、もう話題性があるからっていうところで野次馬的にね、実際の事件に影響するっていうことも無視して当時ねその過剰報道されてたんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、過剰報道について。過剰報道とは新聞テレビなどの行き過ぎた取材や報道のこと。名誉やプライバシー、人権を侵害する場合もあり、深刻な被害を及ぼす場合も多いんです。今回の過剰報道は有名人の娘が誘拐されたというトップニュースなんですが、受け渡し現場に大量にカメラが入ったら犯人が出てくるわけがないんです。2度にわたる受け渡し失敗はマスコミの存在が大きく影響していると考えられます。視聴者が正しい情報を知るために事実を報道することは大切なんですが、このような事件への影響を考えない悪質な報道をしてはいけないんです。最近はさ、もう一般人までもがマスコミ化してきちゃってんじゃないの？スマホとかで簡単にさ、そこら辺の写真撮れるもんだから、何を発信するかっていうのはマジで気をつけないとじゃない？確かにね、情報を発信すること自体は悪くないんですけど、どんなタイミングでね、どんな情報を発信することによって誰にどんな影響が起こるかとかね、そういった先のことまで考えないと、まあ、今回みたいにね、マスコミによって受け渡しが失敗する、人の命が関わっているところで失敗するっていうね、そういったことがね、起こってしまうんですよね。そしてシャオエンはこの後一体どうなってしまうのか、早速見ていきたいと思います。さらなる悲劇。2度目の受け渡し失敗から2日後の4月25日、警察は犯人たちのアジトを見つけ出し突入しました。しかし中にいたのは手下の4人だけ。主犯格の3人には逃げられてしまいます。警察は取り逃がした主犯格3人を国内全域で指名手配。犯人がガオチンミン、チェンジンシン、リンチュンシェンと分かったピンピンは主犯格の身内にも協力してもらい、26日から27日にかけテレビに出演して犯人たちに対して訴え続けたんです。どうか私の娘を返してください。そして速やかに自首してください。そしてその翌日の4月28日、遺体が発見されます。シャオエンは見るも無残な姿になり、ドブ川に捨てられているのが発見されたんです。遺体は死後8日から10日ほど経っており、そこから考えられるシャオエンの死亡推定日は4月18日から20日でした。つまり1回目の受け渡し失敗の後。1回目の受け渡しまではひどい暴行などは受けていたんですが、シャオエンは確かに生きていました。受け渡しさえ失敗していなければ、シャオエンは生きてピンピンの元に戻ってくることができていたのかもしれないんです。一方、主犯格の3人は手下の4人が捕まったことを知り、警察に連絡を取り、ある交渉をしていました。その内容が、身内を釈放すれば自首してやるというもの。ずずしいな。警察がこの交渉を拒否すると、3人は国外逃亡するために新たに誘拐と身代金要求を繰り返したんです。誘拐された人たちはほとんどが殺害されることとなりました。唯一生き残ったのは警察を介さずに身代金を支払った事件の被害者。あくまで犯人たちの目的はお金を得ることだったため、シャオエンも無事に受け渡しが行えれば助かった可能性はあるんです。その後、主犯格の一人チュンシェンは警察との銃撃戦で負傷し自殺。残りの二人は医者を脅して整形して逃走を図るんですが、チンミンも警察に向かって銃撃戦に発展し、その中で負傷して自殺するんです。最後の一人となったジンシンは立てこもり事件を起こしたんですが投降し逮捕。主犯格の2名が死亡、1名が逮捕という結末になったんです。逮捕されたジンシンは死刑5回という異例の判決を下されました。そして1999年3月16日、高等法院という日本でいう最高裁において、ピンピンへの賠償金1億7130万台湾元の支払いを命じられました。そしてジンシンは動機をほとんど語らないまま死刑を執行されたんです。逃げた先でもめちゃくちゃ事件起こしてんじゃないのよ。シャオエンのね、事件だけでももう十分胸くそなんですけど、もう逃げるためにね、その過程でね、さらにね、別の人を犠牲にするっていうところで、本当にもう倫理観とかね、人の命とかっていうところで、なんとも思ってない奴らなんですよね。犯人たちはマスコミも少女一人のうちなんだと思ってんのかしらっていう。
実はね、マスコミのね問題行動っていうのは受け渡し時の邪魔だけではないんです。その後マスコミはさまざまな問題行動を起こすんです。マスコミは身代金の受け渡しを邪魔しただけではなく、亡くなったシャオユエンの尊厳までないがしろにしました。なんと台湾メディアや日本の週刊誌が発見されたシャオユエンの遺体の写真を無修正で報道。マスコミの暴走はそれだけでは止まりませんでした。各社の報道合戦は止まらず、ピンピンの家には連日連夜メディアが押しかけ、玄関を車で塞ぎ、挙句の果てには玄関を破壊までしたんです。そんなことある？世論は行き過ぎたマスコミを非難しました。遺族に対して配慮がない、マスコミが少女を殺したと否定的な意見が増えていったんです。現代の日本でもマスコミの遺族に対する行動がたびたび問題視されています。これは決して他国の無関係な話ではなく、日本でも十分に起こりうる事件なのかもしれません。いやもうね、最近ね、固定コメントとかね、まあ、やってなかったんですけど、最近またやり始めたりとかして、コメント欄とかね、やっぱ固定コメントにリアクションしてくれたりとか、まあ、あとそもそも結構コメント何回もしてくれる方とかね、覚えてるわね、これは。もうありがたいですよね、本当に。コメントね、ちょっとね、全部見れない段階になるかもですが、今んとこ全部見てます。あ、ただ、最近思ったんですけど、本当に見てんのかみたいな。俺のにもハートつけろみたいな人いるんですけど、見てる上でつけてない時もあるし、つけてる時もあるんですけど、逆に全部適当にさ、ハートつけないでしょっていうね、ハートの意味とはみたいな、私全員のこと好きって言ってる女と一緒ですからね。ああ、言うわね、あんた。違うじゃん。あれ、私も気になるのにはハートつけて時々返事したりもしてるわよ。でも、そうっす、目を引くのがあるのよね、時々ね。おい、闇子って言われると、なんってなるけどね。これ、喧嘩じゃん。いつでもいらっしゃい。でも、本当に皆さんね、コメントも全部見てますし、本当にありがたいです。やっぱね、暗い事件とかも扱ってて、人間の闇ばっか見てきてるんでね、そんな時にですよ、皆さんのね、応援コメントとか見るとね、あ、頑張ってよかったなとか、もうナレーション入れてる時とかもね、本当になんか力になるんですよ、本当に。これはマジで、まあ、事件に関するコメントではなくていいから、私たちになんかね、話しかけるとかでもいいから、何か事件の方がいいんじゃないですか。あ、そっちがいいな。どっちでも遠慮なく、どっちでもね、遠慮なくね、本当に。でも闇子さん、本当にね、ありがたいですよね、本当です。なのでちょっと引き続きね、アルゴメトリーもまさかね、こんなにたくさんの方に見ていただけるチャンネルになるとはね、思わなかったんですけど、まだまだね、僕ら満足していないですし、編集とかね含めてまだまだパワーアップしていくんで、引き続きね、アルゴメトリーをよろしくお願いいたします。コメント数に応じて私のね、お胸も大きくなっちゃうかも。おお、まあいいか。